今日スターバックスで何飲んだ？聞くねえ。そこを聞くかい。あのね、じゃあ、まあ、いろいろ、僕も、アホじゃないんで、やっぱいろいろ、それに対してもいろいろあるんだけど。それに対してもまたどういうこと？いろいろあるんですけど、いや、基本的にスターバックスって、コーヒーまずいんですよ。なんか俺一回ブラックホットで飲んだ時やばかった。クソまずいっしょ。あれは飲めないと思った。で、まあでもブラックもたまに、なんかそのスタバでも、季節物のブレンド出す時があるのよ。ああ、はい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 。で、その時に当たると、あ、このブレンドはうまいじゃんってあるんだけど、うん。まあ大抵のハウスブレンダーまずいんだよ。基本が低い分ね。うん。ちょっとうまいともう、うまいってなる。で、ま、基本なぜまずいスタバに行くかというと、うん。なんかその結局、なんか、スタバに入って、席に座って、うん。何かをするっていうことだけなんだけど、うん、なんかその、うん。なんかある種人、まあ、席が、そうそうそう、なんか、だテイクアウトするやつの気は知れないよ、正直。ああ、そうだね、確かに。席に座る、で、自分の、この、なんか、低たらくっていうか、ダラダラした人生に対して、なんか、こう、スイッチを入れられるんだよね、一つの。へえ。こんな、まずいコーヒー屋にわざわざ入ってたよ。何百円も落とすわけじゃん。確かに、なんでそのスタバなのじゃあ。でも一つには、これはうちの奥さんが大好きなんです、スタバ。ああ、だから他のもっと甘いいろんな違う商品の。そう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 。で、あれはいいよね。デザートっぽいやつだね。あ、そうそう。で、じゃあ、俺が今スタバで何飲んでるかっていうので、うん、最近見つけたのは、じゃあ栄養を取ろうと。うん、はいはいはい。で、その、オーツミルク。ああ、聞いたことある。オーツミルクで、で、エスプレッソ少なめのラテを飲むっていう。なるほど。こうすることで、少なくとも損はしないっていう。栄養を取ったぞという。そうじゃないですか。で、それがね、でも、三浦純は逆にそういう時なんかね、SNS って言って、うん。損しに行くみたいな時あるらしい。あ、すごいね。逆に。損しに行った時に、やったって言うみたいな。損できたって。逆転の発想。だから損してるって思ったら悔しいし、ね、怒るから、うわ、俺、損しに来たってなって、でもそれがいいんだって言って、なるほどね。こう逆に脳を騙すというか、好転させていくか、反転することによって、結構ね、いい作用になるし。なんか、たまに人はさ、そういうことをさ、肯定的にするときによくいい勉強台になったって言うじゃん。ああ、言うよね。まあ、それの究極でしょ。ある意味、そうじゃないと。そのさらに上で、勉強とかじゃなくて、なんていうか、もうあえて分かりきっててやるっていうことだもんね。うん、そうそうそう。いや、俺、それはね、ないんだよな。え、でもさ、スイッチが入るっていうのはなんかあるの？その、いや、だから、カフェじゃなくて、スタバな。どこでもいい。あのね、俺が本当に最近思ったのは、スタバほどのそういうとこに入り込んだときに、うんそこで本当に気抜いたらバカ丸出しじゃんっていう。なんかさ、いや、なんか、趣のある喫茶店に行ったらさ、はいはいはい。それはもうそこに座って、そこでタバコでも食い出して、はい、コーヒーでも飲めばさ、それは許されるじゃん。はい、それをしに来たってことでしょ。だけど、スタバっていうあんなとこに行ってたよ。うん。何もしなかったらもう。もう、三浦純と同じ発想じゃん。そうかな。でも、なんかでも三浦純と違うのは、俺は、なんとかして、これは俺にとってはプラスなんだっていう、
持ってくるの。石でもプラ。だって、俺は飲むものだ。飲むものも栄養だよ。あ、俺は栄養に、栄養にすんだから。でもじゃあ、じゃあ、行かないって選択肢はない。それはないな。何それはないんだよ。あ、だからそう。ごめんね、俺話今切っちゃったか、ごめん。その、わざわざ行って、その、これだらっとするんじゃなくて、うん、何かをこう、自分で能動的に死に、何かをしに行ってるってことだよね、そこで。ま、でもこれも結構結果論で、これ本当に結果論で、うん、俺がもし一人で住んでたんだよ、一人暮らしだったら、うん。行って、行かないと思うんだ。ああ、俺一人暮らしだったら、もうずっと高円寺の頃みたいに、ああ、ずっと家にいる。そういうことか。もうずっと家にいる。だからもう、良くも、良くも悪くも、もう家族っていう単位に自分の身を委ねて、で、その中で、その中でじゃあ俺はどう、何が最善なんだろうって、ああ。言ったらお題にみたい、お題みたいなもんじゃん。なんか、ああ、例えば子供と一緒にいる時も、じゃあ子供といるっていうテーマを与えられて、ね、うん、何が俺が今最善なんだろうみたいな。だってもう一人だったらずっと家にいるもん俺。ああ、そっか。じゃあそこである意味一人になったり家族っていう単位をちょっと離れたりする空間でもあるってこと。そう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 。うん。なるほどね。それの意味でスイッチが変わるのか。そう。ちょっとだから話がちょっとそれちゃうかもしれないけど、なんかその、じゃあ俺がいかに自分にとって自分のその今の時間を、うん、今のマスタバもそうだけど、うん、ちょっとでも得しようと思うじゃん俺が。うん。で、一番俺がそれで、まあ人としてどうかなと思ったのは、うん、まあでも俺の中ではOK なんだけど、うん、こ、子供と散歩してるときに、うん、片耳でラジオ聞くっていう。ああ、でも友達もそれやってた。あ、そいつじゃあ俺と同じ匂いがするな。男の子、そう、男の人、旦那で。あ、そいつ俺多分話し合うわ、同じ考えだわ。それがなんか唯一の時間みたいな、ほぼ。いや、わかる。なんかわかるんだやっぱ。へえ、清水くんと一緒だ。子供は、だ、彼に聞きたいのはそこに対して、うん、罪悪感って何パーセントっての聞きたいけど。あ、多分なさそうだった、むしろ。まあ、聞いてみるわ。いや、俺そこ全くないってなると多分俺と人種違うんだけどなんか俺の中では6、ね、ちょっとあるんだ。そう、3割ぐらいはなんか 100% 子供と向き合って歩いた時と、うん、何かは違うのかなってっていう、まず葛藤があって、ね、だけど、多分気づかなきゃいく、子供が、うん、俺がそういうふうに心が半分とか、あの耳に、ある時気づいたらさ、怖いけどね。例えばさ、例えばね、大人になって。でもさ、お父さんさ、なんか言った時にちゃんと受け答え、お父さんさ、二十歳頃に。二十歳頃にお父さんさ、ちょっと言えなかったけど、子供の時にラジオ片耳聞いて、あれだって、心ここにあらずだったよねって言われたら、うん、もう俺の負けじゃん、それは。負けではないと思う。いや、でもさ、それでさ、バランス取れてるんじゃんって結果なりそうじゃない？まあまあまあ、その、そうね、その、ウィンウィンの関係でね。そうそう。だってそのラジオがなかったら73どころかもうゼロ、わかんない、うん、もっと最悪な010とかになって、うん、もう嫌だってなってあったよりは。でもなんか親っていうのはもしかするとそういうものなのかもしれないっていう風な、うん、なんか俺の中ではなんかその一応そのパターンもあるのかなっていうのも考えとかないと。うん、でも結果的にはほら聞くよ、聞くけど、うん、なんかそこに対してはなんかそれが当たり前の権利とは思わずに、
悪いなと、うん、なんか俺は自分の時間をちょっと有効活用するためにまだお前ってろくなこと喋んねえじゃんっていう、うん、お前って一緒に歩いてたってろくなこと喋んねえからあの、うん、力ちょっと耳の方に脳みそ使いますわみたいな、でこれが、うん、こいつが成長してあれ、うん、みたいな、こいつとラジオ片耳じゃ対応しきんねえなってなりゃそうだけど、うん、うん、何歳からだろうね、それはね。っていうかもうその頃には一緒に散歩しねえだろうけど。そうだね。散歩してる時に話しかけられたりしたら別に返すんでしょ。あ、もちろんもちろん。適当な。なんか、うん、そうだね。そうだね。みたいな。ねえ。うん。わかんないんだよな。はい。使ってみよう。今回は D ポイントの使い方の話ですね。D ポイントも。使い方はそう大丈夫、あの店員に委ねれば、店員にじゃあ委ねればいいの、そう、結局 D ポイント持ってますかってまず言われるじゃん、レジで、はいはいはい、あいつらマニュアル上絶対それは言う、はい、だからあります、バーコードピ、だから向こうがどうしますか、うん、貯めますか使いますか、えで、え、バーコードピッてした後に言うの？聞かれるの？うん。まずピッてやった時点では何も起きないから。じゃあ何なの？そのピは。ピは二択だよ、うん。D ポイントを使うのか、貯めるのか。はいはいはい。はい、だってどっちも嫌だって人いないから。あ、そう。やらしといて。そっか。うん。なるほどね。そうそうそう、で、ピッてやった後に、うん、にコーヒーにしますか、お茶にしますかっていうぐらいの話だよね。いや、コーヒーにするかお茶にするかは多分それ同じだから、コーヒーにしますか帰りますかみたいな。そういうことだよね。なるほどね。でも、食べますとか使いますとか言う、うん。そう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 。だから、今んとこ俺が出会った店員は、基本的には、貯めるか、うん、使うか。っていうのは、うん、まあ、聞いてくれるけど、うん、もし、まあ、まれにね、うん、まあ、もうバイト初日とかでさ、うん、もし、もう、そういう、開始が遅かったり、不安になったら、使いますって言うとか、うん、っていうのも、まあ基本的にはどっちでも損はないんだよ、はあはあ、だって使った場合にも基本的にはそのお会計からその値段が引かれるか、うん、なんていうか、その損丸々何十ポイント損したってことはありえなくて、結局使うにしても貯めるにしても、うん、それ相応の、うん、消費をするから、うん、よくて、うん、え、でもさ、使ったら貯まるみたいなシステムじゃないの、あれって、貯まっ、いや、あれは違う、うん、そんな、あれじゃない、その D ポイントをから、例えばさ、500円の買い物して、うん、で D ポイントが200ポイントあるから、うん、差額の300円払いましたとするじゃん、うん、でその300円に対しては貯まるけどっていう話な、なるほど、だもしも単純に500ポイントあって、うん、で200円の買い物して、うん、でただ200ポイント使ってるからそれに対してはつかないけどっていう、はあ、はあはあはあ、すげえ今の俺が聞きたいところが聞けた。でしょ？ただ単に ずっとお金が生まれるじゃんと思ったところでしょ。いい例だね。そういうことだ。そういうことね。はい。なんだっけ、じゃあ、ポイントの話はこんなもんすか？まだあれば、何でも。支払いに関する話は何でも。ポイントはじゃあ、買い物の時に使って、貯めてるってこと？貯める場合は。そうそうそう。
なんかいっぱいさ、なんかこれに登録したら何ポイントもらえるみたいなのがさ、うん、広告がいっぱい出てんだけどさ。うんうん。あれはやるべき？ものによるで。ものによる。そう。基本、まあなんか俺結構本当に駆使するんだけど、あらゆるもの。あ、1万ポイントとかってだって見た。え？ 1 万ポイント当たるかもみたいなのあって。それなんだろう？1万円じゃんと思って。あ、いや、なんかね、そういう大きな話は乗らない方がいい。分かった。俺もやってないけど、めんどくさくて、ね、登録とかしない。基本的に、ポイントっていうのは、地味なものだし、やっぱ。そういうことね。あとね、重要なことは、自分の生活圏で、何を一番多用するかっていうのは、やっぱり考えた方がいい。はい、例えばスーパーかな、自分がね、もうほぼ毎日行くスーパーとか、このコンビニとかこのスーパーはもうほぼ必ず使うと、いうものがあった場合はもうそこのシステムに便乗した方がいい。声優ってなんかあんのかな。声優はね、声優なんだったっけな、なんかあったな。声優のアプリとかありそうじゃない、もはや。声優はね、独自の一応バーコード決済があって、たまにペイペイがやってる。あ、え、ペイペイやってる斉藤さん。俺ペイペイやってる。おぉ。もうかなり昔からやってる。すごい昔からペイペイやってる。いい。まあ、ソフトバンクさんから俺はお金をうまいことむしり取ってるっていう認識でいる。どういうこと？つまり、その、ある意味、ペイペイは、ペイペイがやってきたことって、その、ペイペイの知名度を上げたいと。で、一番最近、もう本当最近になるとペイペイのサービスって昔始めた頃よりも全然しょっぱいんだよ。良くないんだけど、でもそれも、ペイペイの作戦で、なんかペイペイは、もうとにかく最初に始めるために、この電子マネー戦争で勝つために、初期投資として知名度上げるために、めちゃくちゃ還元率良かったのよ。あ、そうなんだ。で、俺はもうその時からもう乗っかったから、もう結構得したのよ、本当に。あ、そうなの。もう、だからペイペイで払えば、なんか何十パーセント還元って言われて、要は100円のものを買って、じゃあ30円もらう状況がずっと続くとか。すごい。そう、でも上限があって、一応このキャンペーンはこのタームで、このキャンペーンだったら上限5000円までですよとか。ああ。で、だから俺はそのマックスで、ペイペイの還元で5000円もらえるまで、なるべくペイペイ払いしようとか。結局それって、普段必要なものを買うんだけど、必要なものを買うときの方法としてペイペイを使うことで、その、得するっていう。でもそれって別にソフトバンクの、赤字っていうか、キャンペーン代だから。え？ペイペイってソフトバンクがやってんの？そうそうそう。そうなんだ。だから、なんか、今はもう、だんだんしょっぱくなってって、その今はもう、昔って結構誰にでも美味しいキャンペーンだったんだけど、徐々に今はそのソフトバンクユーザーだけ何十パーセント還元ですよとか。ああ。で、俺はソフトバンクじゃないから、ああ、じゃあこのキャンペーン美味しくねえからやめようみたいな。へえ。一応全部乗っかってる。LINE Pay も。え？そうなんだ。LINE Pay も最初の頃に、今 LINE Pay で払えば何十パーセント還元です。上限いくらですって言って、基本的にはその上限分はもらってる。すご。だから貧乏人はこういうことしなきゃダメですよ。いやー、俺やばいな。え、じゃあ全部それ、クレジットカードと紐付けてるやつ。そうだね。あんまり俺現金使わない。
ろいろやってみて、もう俺ストレージがマックスかも。もう次 iPhone 変えたらにしようかな。そんなアプリが入らないか。あ、そうだ、そういうこと。64ギガがもう結構マックスに来て、写真も一回結構消したんだよ。あ、そうなんだ。まあ、でも写真パソコンに写してあるから。うん。でも。でも。あ、ごめん、でもっつって。何？あ、そうか、今あれか。話が。だから、いろいろとやろうかなって感じ、うん、その、得するならいろんなものを取り入れようかなって気持ちが芽生えたってこと。結構ね、朝とか暇つぶしになっていいんだよ、なんか。おぉ。なんか、あ、これ、ここで使えるのかとか。そうね、なんかでもなさ、なんかなんて言うんだろう。生活圏内確かに大事だね。まあ、人間性の話でね、あの、まあ、これ、うん、自分がもう、その、こういうことをこまめにやるっていうか、その、乗っかる人間が、いや、一歩引いてよ。別にそれが、うん、なんだろうな、なんか、なんて言えばいいんだろうな。どっちでもいいよな。やらない、そういうものにやらない美学があってもいいし。別になんかそこがね、ダメなんだよな。あれ、美学もあんまないんだよ、別に。あ、やらないことに美学があるわけじゃないんだ。そうそうそう。あ、そういうこと？ただやってなかっただけで。ああ。だから、結構ね、いいポイントも入れてみたし。なんか最近はやっぱりそのあんまり得するのは少なくて、うん、あ、そうなんだ。なんかね、一時期本当に LINE Pay とか PayPay が出だした頃のやっぱりそいつらのほら、なんとか自分たち派遣を取るんだっていう、その赤字覚悟は本当にこっちからするとすげえもうありがとうございますみたいな。じゃあ出始めのその電子マネーがやった方がいいんだ。出始めは本当に結構本当にいいことあった。LINE Pay。だって、マイナンバーカードもそうじゃん。あ、言ってたね。うん。そうなんだよ。それやったんだっけ？やった。マイナンバーカードも結構渋ったんだけど。いや、でも。5000円もらったんじゃん。そう。一人5000円だから。今やってないんだっけ？もうやってないのよ。でもね、それでもだよ。うん。それでもね、あの、日本国、あの、政府はね、その、マイナンバーカードのキャンペーンを、結構の、だらだら延長したんだよ。あ、そうなんだ。結構区切って、もうマイナンバーカード締め切りですよって、その、マイナポイント。うん、マイナポイントね。伸ばして、でも、とうとうもう締め切っちゃったけど。そういう。あ、じゃあ、マイナンバーカードって作った作ってないと思ってない。マイナンバーカードってやっぱ作んない理由ってめんどくせえからでしょ。多分。別にそんな不便したことないからね、だから。いや、それがさ、結構さ、やっぱ。家族になったら。いや、っていうか、確定申告とかやる？確定申告って、会社でやるあれとは違う？そう。やばい、また俺ちょっと、なんか、なんだろうな、本当にどうしようもない、主婦みたいなテーマばっかいっぱい喋っちゃうけど、いいのかな？でも俺、確定申告ってさ、実際よく分かってない。え、その話していいっすか？欲しい。してほしい。いい？なんか、俺たちってそういう話する間柄じゃないと思うんだけど、うん、いいの？うん、俺いや興味ある確定申告本当まあ今勤めてる人が確定申告するのって2つ今はあって理由が、うん、まあ、1つは、まあ、従来からあったのが医療費の控除っていうのがあって、うん、その人が年間の医療で医療代が100万なんとね10万か
10万円年間その年度で10万円何かしら自分の病院なりかかったの、うん、今その領収書取っといて、うん、でその年間でこれだけかかりましたね、10万円超えた部分がその還付されてくる、うん、すごい。確定申告するとすごい。だからビビたるもんだけど、それでも8000円とか1万円にはなる。え、だから10万円超えた人でしょ、でもまあ一応。そうそうそう。だから多くの人は、うん、でも歯医者でもそうだからね。歯医者とか。うん、わかるわかる。なんでもいいんだよ。保険証で言っても。でもなんかあとは、うん、そうそう、まあなんかそう。なんかね、厳密にはレシートがあれば、その、風邪薬を買ったのでもいいんだよ。うん、風邪薬とか。レシート取っとけばね。あ、でもね。そうなの。あ、でもそれがね、確か一番最近は、それが、一時期そうだったんだけど、ちょっとその辺がまた厳しくなって、合算ができないとかいろいろちょっとめんどくさくなったんだけど、つまりそのまま、基本的には自分が医療かかったものに対する還付金が、うん、まあ、うん、7000円とか、1万円とか、はい。で、まあ多くの人がさ、結局その日の年間で、いや今年10万円いったかなとかさ、うん、あの、めんどくさいじゃん。うん。確かに、あの興味がなかったらもうやらない世界なんだけど、俺は一応興味があるから。行ってないと思う、しかも俺で、だから、あ、まあ、病院かかってないわと思えばやる必要ないし、でも逆に言うと家族があると家族の分が全部合算できるのよ、うん、なるほどね。だから子供、あの奥さんがいくらとかって、まあ、家族世帯で、だからそのいくらかかったかってなった時に、まあ、7000円でも8000円でも返ってくることがあるから俺はやるんだけど、うん、え、それが確定申告？そう、確定申告で、でももちろんこれはその人がその年間でいくら稼いだかによる、うん、よるんだけど。え、どういうこと？要は所得税をどれくらい納めてるかっていう。はい。所得税に対する還付なのよ。所得税とその医療費10万円っていうのはどう関係してるの？つまり、考えてみて、あの、うん、全くお金稼いでないやつがいるとするじゃん。うん。で、そいつが別に医療で10万円年間で使ったからって返ってくるお金なんかあるわけないのよ。つまり、その、所得税って、自分が納めた税金に対する還付金なのよ。うん、所得税の還付金なの？今、医療費の還付金の話じゃなくて。要は、その人が所得税って払ってるじゃないですか、年間に。はい。で、その人の払った所得税に対しての還付金っていうものが、その人がじゃあ医療でどれくらいかかりましたから、その分をあなたには返しますよって話で。うん。その、鼻から所得税を払ってない人は、うん。還付金なんかあるわけがないっていう話なの。はい。で、その、所得によるっていうのは、所得がじゃあちっちゃいのと大きいのだと還付金違う。違うと思う。俺が稼いでる人分の、あとはだからその10万円超えた部分の話だよね。うん。10万円以上のかかった分っていうのと、所得の関係で返ってくる、還付金がかかってくるっていうか。ああ、そういうことか。だから全く所得が低い人だったら、うん、もちろんその割合だから。うん。返ってくるわけも少ないし。所得税を納めてて、10万円を超えてたらいっぱい返ってくる、うんうん、そう。で、逆に、いくら所得税を納めたって、その年の医療費が10万円超えない人は別に返ってこないしねっていう。なるほどね。っていうのが1点、ね。あ、じゃあ、まだ1点。いや、1点ってのはその、要は、確定申告する理由の1点。うん。あ、ごめん、で、はい、ごめん、所得税に関し、あの、その、確定申告は、俺みたいなサラリーマンレベルの話だから、おそらく、もっと他にも何点か理由があるんで、やる人には。ああ。ただ、サラリーマン、サラリーマンの、うん、としては2点目が、うん。あの、ふるさと納税。え、どういうこと？ふるさと納税って聞いたことあるでしょ。ある。なんだと思う？ふるさと納税。
社長がやってたよ、あの、バイト先の。うん。なんか、美味しいものが。どういうものかってのは全く未知。なんか違うとこに納税して、うん。したらなんか食べ物がもらえる。そうそうそう。お金はもらえない。まあ、これをじゃあ細かく説明すると、うん。まあ、これも結局所得税なんだけど、うん。これは完全にその人がいくら所得税をその年に納めたかで相対して、どれだけいいものをもらえるかって話なんだけど。うん、あ、そうなんだ。で、ふるさと納税っていう制度自体は、あの、自己負担額が、最低でも2000円はかかるんだけど、ふるさと納税するのに2000円かかる。そう、自己負担額が。うん。で、この後は結局、その、例えば年収が400万の人ね。うん。年収が1000万の人。うん。この二人は、所得税、納めてる額が違うんだよね。うん。で、この人たちが、ふるさと納税しますってなった時に、お互いに2000円の自己負担でいいのよ。はい。で、年収が400万の人が、その2000円で得るものっていうのが、だいたいね、まあ俺がそうなんだけど、だいたい1万円ぐらいの商品。え？ふるさと納税って、つまり2000円払うってことってことじゃ。そう、ふるさと納税は最低限2000円払う。あ、そういうことか。なんだけど、年収が高い人は、うん。たかだか2000円納めるだけで、所得税分、それこそ4、5万円とか全然返ってくる。ああ、なるほど。はい、はい、はい。これも、ふるさと納税が最初の頃って、うん。結構グレーゾーンで、うん。なんか Amazon ギフト券があったのよ。へえー。で、俺、その頃にやってて。おぉ。で、その頃に俺は、だから、アマゾンギフト、何にもゆかりもない、静岡県に、の市町村に寄付して、うん。で、2000円の自腹で、アマゾンギフト券2枚もらってんのよ。やば。つまり、それで1万8000円もらえてるもんなんだよ。確かに。っていうのが、だから、所得が高い人は、1000万の人ならもっともらえるしっていう。ふるさと納税ってさ、どこでやんの？ふるさと納税は基本的にホームページ。ああ、ホームページで。さとふるとか、ふるなびとか。え？一括してない。民間だ。一応二箇所ぐらい。俺が知る限りはさとふるとふるなびっていう二つあって、二大拠点。国がやってない。ん？国がやってんじゃないの？国やってない。さとふるとふるなびでやってる。国関与してないんだ。いや、国はね、関与してるよ。天下り先みたいな感じ。さとふる。それは、いや、そうあんのかな。そこは俺も知らんけど、ふるさと納税と国の関わり方としては、うん、基本的に、まあ、ふるなびでもさとふるでも、この市町村に寄付しますってやるのね。申し込むのよ。うん。そうすると、その市町村から、と契約が、その市町村に対しての入金とかで寄付の関係が結ばれるのね。自分と市町村の間で。うん、そうすると、お礼状が来るのよ。うん。寄付してくれてありがとうございます。お礼にこれ送りますよ、みたいな紙が来るのよ。うん。で、その紙を確定申告で一緒に出すっていう。うん、ああ。そこで初めて国とふるさと納税の関係はできる。それで、じゃあ、でも、国に出して初めてふるさと納税完了するってことじゃ。あ、そう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 。だから、そういう意味で確定申告っていうのは必要なのよ。なるほどね。だから、俺が確定申告する理由は、医療費の控除とふるさと納税っていう、この2点において、サラリーマンとしてはやりますよっていうだけ。確定申告って、別に役場行かなくてもできんの？
いや、俺は役所に提出するよ、最終的に。でも、その資料作りは自分で作れる。うん、あ、そうなんだ。だから分かんない人、分かんない人とかは役所に相談所があるけど、基本的には自分で完結できる書類作りを。すごいね。てか、斉藤さんすごい、そんないろんなこと知ってた、やってたんだ。つまんない人間だよなと思うよ。え、それってさ、それってさ、イラスト描いてた時からやってた？いや、俺今のサラリーマンになってから。あ、サラリーマンになってからそういうのにいろいろ調べ出してやって。じゃあ俺だから、あの、損得感情が激しいんだよ、俺。もう基本的に得したいのよ。うん。損したくないのよ。うん。なんかもうそれだけよ、ほんと。